ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年2月22日、日産ジュリエが、証拠りもなく VTA オーディションの開催を発表しました。は、前に募集してたやつまだデビューしてないやん。一体どうなっとんのや。スーパーエリートライバーとかいうのもあったよね。2023年11月17日に募集してたスーパーエリートライバーは VTA デビューもしてませんし、どうなったのか不明です。また、今回の募集には、スーパーエリートライバーとマスコットライバーの項目が消滅しています。もうスーパーエリートは募集しないのでしょうか？残念だな、そろばん7級でスーパーエリートライバーに応募しようかと思ってたのに。スーパーエリート募集やめたって、ことは求めていたような応募がこんかったってことなんかな。また、応募フォームの注意事項に、不思議な文言があるとして注目されていました。読み上げます。エニーカラー株式会社並びに、その関連会社の役職員、及び従業員、アルバイトを含むとして在籍している、あるいは在籍していた経験のある方は、応募をお控えください。選考過程において、各種 SNS や匿名メッセージサービスなどでの情報漏洩が発覚した場合、もしくは後日判明した場合には、不合格あるいは内定取り消しとなる可能性がございますので、ご注意ください。なんでアルバイトしてたやつがライバー目指したらあかんのや。一体、どういう不都合があるんやろ。過去にタレントとして在籍してた人は控えてくれってならまだわかるんだけど、アルバイトは来るなって意味わかんないよね。アルバイトレベルでもエニからのヤバい内情を知ってて、それが同僚のライバーに情報が流れたら大事になるとかそういうことなの？役職員と従業員だから、タレント契約の個人事業主は応募できるんですよね。群道先生とか。あと、情報漏洩したら不合格になる場合があるって書いてますけど、セレン騒動で日産ジュリエが出した文書によれば、タレントには守秘義務は存在しないって書いてましたよね。守秘義務がないのに、情報漏洩の罪が存在するとはおかしな話です。なんも、かんもがちぐはぐに見えるな、エニから。一応、スーパーエリートとしてデビューする人が、どんなもんかってのは興味あるので、そっちは早めに見せてほしいですね。さすがに、全滅ってことはないと思いますが。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。